いすゞ自動車の高橋です。それでは本日は、このキャナピーと、CSM ミニモジュールを用いたですね、先進安全技術の、実車試験の効率化ということで、ご紹介させていただきます。ここに会場にいらっしゃる皆さんの、少しでも、お力というか情報の共有になればいいなと思ってちょっとご紹介させていただきます。まずですね、本日のアジェンダになりますけども、まず日本の物流業界が抱えるですね、問題点に対して弊社のアプローチ、あとは弊社内での開発プロセスにおけるベクター製品の位置づけというのをちょっと簡単にご紹介します。でその後ですね、実際に導入した CSM のミニモジュールというものの適用事例の紹介、その導入した時の効果、あとはまとめ最後にということでご紹介させていただきます。まず日本の物流業界が抱える問題に対して弊社のアプローチということでですね、まずですね、皆さんもうご存じの通り、今日本ではですね、ネット通販の市場の拡大によってですね、荷物の急増ですとか、小口配送のですね、スピード化ということで、実際にもう注文すると翌日には届くとかですね、下手すると当日に届くみたいなことが当たり前になってきてるんですけども、実際にそういった運送業界の現場ではですね、かなり悲鳴が上がっているというような状態になっています。さらにですね、日本の、まさに抱えている問題としてはですね、超高齢化社会によってドライバーが不足しているというようなことも挙げられます。さらにですね、過酷な労働環境によって、悲惨な事故が、社会問題化するというようなことでですね、我々弊社としてはですね、このような社会的背景も含めてですね、安全かつ安心して運行できるトラックの開発というものが急務になっているというふうに考えております。続きまして、まずドライバー不足への、アプローチということで、弊社としてはですね、まず、今すぐできることということで、まず全長25メートルの連結トラックというものを、今年の10月からですね、大手の運送会社様に導入していただいて、まずですね、積載量は従来の大型トラックの2倍ということで、まず少ない人数でより多くの荷物を運ぶというような、このようなトラックおよびフルトレーラーの開発というようなものを進めてきております。でさらにですね、こちらは 今国のプロジェクトで動いてますけども、隊列走行ということで、こちらもですね、深刻化するドライバー不足の対応ということで、先頭はですね、有人で走りますけども、この実証実験ではですね、後々は後続車は無人で走りたいというようなことを目標にですね、こちらは大型の4社ですね、いすゞ含めてですね、今実証実験を行っているというような、背景がございます。ということですね、おのおの違うアプローチでありますが、こういったドライバー不足の対応ということを進めてきております。続きましてですね、事故を未然に防ぐということですね、弊社では今、大型トラックおよび中型トラックにですね、こういった運転支援システムというものを、標準で搭載してきて、開発してですね、発売してきております。実際に車間距離クルーズですとか、衝突警報、あとは車線逸脱警報ですね、あとは衝突時の、被害を軽減したりですとか、衝突回避をするということで、AEB のシステムも標準化してきております。ということですね、こういった ADAS 装置をですね、標準搭載することでですね、より安全な運行をドライバーへ提供するというような取り組みを行っております。続きましてですね、今年発売されたギガなんですけども、地図情報を使った先読みの運転支援ということでですね、実際に、GPS から受けた位置情報をもとにですね、車載された地図ユニットがですね、500メーター1キロ先までの情報を先読みしてですね、シフトを最適化したりですとか、速度の維持を最適化することでですね、よりドライバーの運転を支援するというような、こういったシステムの開発も進めてきております。でこちらは先ほど言いましたが、今年発売のギガに搭載してきておりますということでですね、常にドライバーより先にですね、
道路状況を先読みしてですね、今後、最近ですね、女性のドライバーですとか、運転に不慣れなですね、ドライバーも含めて、こういった大型トラックに乗らざるを得ないという状況が、実際には起きてきてますので、そういった方々をサポートするというようなシステムの開発も進めてきております。でさらにですね、今、大型中型のトラックではですね、長距離レーダーおよび、単眼カメラを使ったフュージョンシステムというもので、構成された、センサーフュージョンのシステムを使っておりますけども、当然今後運転支援システムというのは、より高度化していきます。さらにですね、360度周辺監視というようなことも必要になってきますし、隊列走行であればですね、車車間通信、またドライバーの情報をですね、顔をモニタリングするとか、そういったドライバーズモニタリングシステムの開発というものを今、急ピッチで進めております。ということでですね、運転支援システムの高度化に伴ってですね、開発効率の向上というのは、弊社としてもかなり大きな課題となっております。次はですね、ベクター製品の仕様の位置づけということで、弊社内での開発の位置づけになりますけれども、制御設計の段階ではですね、マトラブシムリンクを使った、ミルズですとか、そういった制御ロジックの検討の中で、キャナピーと、XCP サーバーという機能を使って、検証効率を上げるというような取り組みを行っております。またですね、プロット段階の段階では、こちらちょっと別のベンダーさんのものになりますけども、計測にはですね、キャナピーを使うというようなことを行っております。あとですね、これはフルビークルのシミュレーターになりますけども、こちらもですね、ちょっと別のベンダーさんのものになってしまうんですが、検証はですね、キャナピー、キャナライザーというものを進めております。で実際に、実車、特にですね、センシングデバイスの評価になってきますと、なかなかシミュレーションが難しいというようなこともありますので、実車でかなり多くのテストをこなしてきてますし、当然フィールドでですね、白線の認識状態ですとか、オブジェクトのトラッキング状況ですとか、そういったものをより、泥臭くですね、やらなきゃいけないということで、本日はですね、その中で、ちょっと地味ではあるんですが、ちょっとこちらの金色の、CSM ミニモジュールということで、実際にデータを計測する、アナログの信号を計測する装置ですけども、ちょっと地味に便利な、装置ですので、こちらのご紹介を本日はさせていただきたいというふうに思います。すみません。ということです。ベクターの製品はかなり上流から下流まで使うということで、非常にお世話にはなっております。では次にですね、実際に導入した CSM のミニモジュールの適用事例の紹介ということをさせていただきます。ですね、まず CSM の導入前の問題点ということなんですけども、ちょっと弊社内の小型トラック、かなりキャブのスペース、フリースペースがかなり少ないということもありますし、センシングデバイスの増大によってですね、かなり多くの計測器を積んでいかなきゃいけないという中で、実際にもう少しなんか計測器をですね、コンパクトに集約したいというまず要望が生まれました。でさらにですね、従来はですね、キャナピーと、アナログの信号、他のキャンのデータが取れる別のロガーを使ってですね、後々オフラインでマージしてデータを解析するということで、非常に効率が悪い解析の仕方をしてたんですけども、ここももう少し何かうまくできないかということですね、キャナピーを主体とした計測器の統廃合を本格化検討するというようなことを、こういった悩みも含めてですね、開始しました。で実際に導入したミニモジュールということですね、じゃあ実際に何ができるんですかというところになるんですけども、こういったかなりちっちゃな筐体になるんですけども、電圧の計測ですとか、温度の計測、圧力ですとか、加速度等ですね、ほとんどの信号は CAN で取れるんですけども、どうしてもやっぱアナログの信号が取りたいということがありますので、そんな中で、コンパクトでかつ、車内に限らずですね、車外にも置けるようなものがないかということで、特にこのミニモジュールはですね、防水性も兼ね備えたですね、
まあ、堅牢性も備えた小型ボディであり、まあ、これ実際に車載にレイアウトしている、まあ、ちょっとインパネの上に載せてますけども、かなりコンパクトですので、整地のレイアウトの自由度も高いですし、最終的には CAN の信号1本をですね、まあパソコンに持っていけばいいということで、まあ、車室内の配線配属も非常にスリムですということで、弊社としては非常にメリットを感じて導入を始めました。で、実際にCSM ミニモジュールをですね、パソコン上で設定する際にじゃあどうやってやるんですかというところになるんですけども、キャナピーを使っている方であればデバイスウィンドウの画面というのは分かると思うんですけども、まあ、その中でデバイスをつなぐとですね、まあ、こういった画面が出てきます。で、ここをダブルクリックするとですね、 CSM のまあコンフィグというちょっと別のソフトが立ち上がるんですけども、まあ、この中でですね、まあ、簡単な設定で、まあ、加速度だったり圧力まで含めてですね、取れるということで、弊社では非常に、試験期間の短縮で、まあ、キャナピー一つでですね、データ計測までできるということで、非常に有効なツールであるということで使用を開始しております。で、実際に我々が先進安全システムの評価をしていく中で、まあ、どういった計測をしていますかというところになるんですけども、まあ、当然ですね、キャリブレーションもキャナピーで行っておりますので、まあ、ベースはまあキャナピーのパソコン1台です。で、そのインターフェースとしてはまあ今 VN1630 ということで、まあ、基本は4チャンネルもしくは4チャンネルプラスアルファということで計測を進めてますけども、まあ、キャリブレーションですとか、あとは ADAS の ECU の ECU 内部値を計測するということで CCP 経由でデータの計測もしております。あとはソフトの書き換えということで、まあ、こちらもリプログラミングもキャナピー経由でできるということで、非常に我々としては助かっております。で、実際に CAN のデータとしてはですね、トラックなので J1939 ですとか、あとはこのレーダーカメラのプライベートCAN、ローカルCANのデータ計測というものも行っております。あとはそれ以外の車両のシステムからのデータ計測も基本的には CAN 経由で行います。で、本日ちょっとご紹介したものも含めてですね、基本的には CAN でアナログの信号を CAN に変換するということで、こういった信号が一緒に取れるということですね。まあ、一つのもう本当キャナピー1台パソコン1台でですね、まあ、こういった全部のデータから、まあ、アナログのデータまで取れると。で、さらにUSB で、例えば GPS ですとか、ビデオをつなぐというようなこともできるということで、パソコン1台でかなり多くのことができるということで、弊社としては非常にですね、計測が楽になりましたし、こういったメリットも恩恵として受けております。これはちょっと弊社で実際に評価している一例の絵になりますけども、これはキャナピーと、ドライバーズアシスタンス、あとは CSM でですね、実際にプルビングラウンドで、これはちょっとペデストリアンの検知の評価の一例になりますけども、こういった、バードビューも含めてですね、あとは、センシングデバイスのビューアーからキャプチャーした映像、あとは制御データと、実際に CSM のデータまで含めて、一貫してデータが取れるということで、非常に便利なツールだというふうに考えております。で、同じツールを使ってですね、実路でも同じようにデータ計測ができると、かつ GPS を使うことでどこを走っているかというようなデータも一緒に取れることで、まずプルービングラウンドから実際に実路まで一貫したツールが使えるということで、わざわざですね、計測器を載せ替える必要もありませんので、非常に試験期間にかかる準備というのは大幅に短縮、弊社ではできております。一つ、課題というか、ちょっとこれはしょうがないのかなと思ってますけども、今こちらに映している映像というのはセンシングデバイスの方の別のビュー版の映像をパソコン内でキャプチャーしてですね、キャナピーに取り込むということで、どうしても制御データと完全な同期は測れないということで、これはちょっと仕方ないのかなと思うんですが、もう少し何かできないかなということで、今後ベクターさんに相談できればなというふうには思っています。はい、続きまして、先ほどちょっと先読みの運転支援という話をしましたけども、我々ですね、今回のシステムを開発していくにあたって、当然自社一の推定精度っていうの
評価していかなきゃなりませんでしたし、あとは地図のマッチング性能というものも評価していかなきゃいけないという中で、キャナピーの GPS の機能を使うことでですね、リアルタイムで実際に地図マッチングがどうできたかですとか、そういったものの評価がビジュアル的に分かりやすくできたということで、非常に効率よくできたなというふうに思っております。で、こちらはこれ1対1の絵になりますけども、実際に運転支援システム側で使っている地図情報の絵ということで、こういった視覚的な情報も含めてですね、データの解析がしやすいということで、非常に検証効率が向上して、恩恵を受けたというような事例の紹介になります。でさらにですね、こちらは皆さん当然やられていると思いますけども、実際にデータを取るとですね、MDF ファイルというものができます。でそれを、MAT ファイルに変換することで、当然 MATLAB SimLink で自動解析ができるということで、Excel でやってたところからですね、MATLAB の SimLink によって自動解析までできるということで、非常に効率よく、データ解析までできるということで、こちらもですね、非常に大きなメリットだというふうに考えております。で、あとはですね、最近、当然我々開発本体ですとか、あとプルービングラウンドでデータを取っていただく方が別にいるんですけども、そういった方とのデータ共有、あとは弊社海外の方の拠点でも試験を行ったりしますので、そちらでのデータ計測、あとは最近国内外、海外も含めてですね、ベクター製品多く使われているサプライヤーさんいますので、そういったデータの共有という意味では、基本的にはこの MDF ファイルと、あとこの BLL ファイルが同時にキャナピーは取れますので、プライベートキャンをですね、 OEM 側に開示できないサプライヤーさんもいるんですけども、データは基本的には引き渡せるということで、こういった BLF ファイル、また映像という、この3点のセットで、データを共有することでですね、誰でも、どこでも、いつでもデータ共有ができるというのは非常にメリットだというふうに考えております。あとは、サプライヤーさんが別のツールを使っているとですね、実際にはデータを引き渡す場合に、別の加工が必要ですとか、別のツールを使わなきゃいけないという、手間があったんですけども、共通したツールを使うことでそういった手間も省けました。あとは PLF を取得しておけばですね、MDF で指定し忘れたデータというのも後から確認が可能ということで、こちらも非常にキャナピーのいい機能ではないかなというふうに考えております。はい、ということでですね、データ共有に非常にロスがなくてですね、開発効率は格段に向上したというふうに考えております。はい、まとめに行く前に、CSM をですね、実際にじゃあ導入した効果ってどういう感じだったのかというのを、大雑把に、本当に概算になりますけども、表した絵になります。ある一試験を考えたときにですね、実際に試験準備、実際に試験を実施していく過程、あとはデータを取った後の解析、あとレポートということで、まずキャナピー1台でですね、レイアウトも含めて非常に簡単にセッティングができるということで、まず試験準備自体が大幅に削減ができました。でさらに、試験していく中で、キャナピーだけの操作だけで済みますし、データの確認も非常に容易ですので、そういったところで時間の削減もできました。あとは、オフラインでの解析もですね、実際にはキャナピーの解析、あとは MDF を使った、MATLAB SimLink の変換も含めてですね、非常にデータ解析も含めて時間が短縮できたということで、弊社ではですね、2割から3割ぐらい、1試験に対する時間をですね、削減することに、概算ですけども成功しましたというような事例の紹介になります。ちょっと駆け足になりましたが、まとめですけども、まずキャナピーとこの CSM のミニモジュールを使うことでですね、試験準備
およびですね、試験を実施、あとはデータ解析含めてですね、非常に自治体試験の効率の向上が図れたというふうに考えております。で、2番目としてはですね、弊社ではベクター製品を開発上流から下流まで一貫して使用することでですね、試験効率そのものの向上を図ることができたというふうに考えております。で、3つ目はですね、センシングデバイスの映像データと制御データの同期が図れ、キャナピー上でうまく取れないという点に関しては、ちょっと今後ベクターさん改善というかですね、ご相談していきたいなというふうに思っています。あとは VADAS ディベロッパーみたいなソフトウェアも出てきているので、こういったところの連携も弊社としては検討していきたいなというふうに思っております。最後になりますけども、いすゞ自動車ではですね、今後当然交通事故をゼロを目標にしてですね、トラック、バス、ドライバーの安全運行を支援するですね、システム開発をこれまで以上に加速していきたいというふうに考えております。そうすることで、より安全で安心して運行できるトラック、バスの開発に取り組んでいきたいというふうに考えております。その中でですね、キャナピー、今回使わせていただいたキャナピーですとか、CSM をはじめとするですね、ベクターのソリューションが、こういった開発の評価をですね、より効率化してですね、高品質な商品の、いすゞ自動車としての、早期市場投入につながるようなですね、さらなる機能の向上と、若干ちょっとコストが高いので、もう少し低コストの推進をお願いしたいなというふうには思っております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。